縄の4日目の午前中の私の様子を回していこうかなと思います。めっちゃ寝起きなんですけど、今から顔洗ったり歯磨きしたりもろもろやっていきたいと思います。顔を洗います。顔洗うまで朝は目が本当に開かない。沖縄ってやっぱこう紫外線でお肌にね結構負担がねかかると思ってたから、しっかりねケアをねしようと思って VT コスメティクスさんを持ってきました。今日使うのはリードルショットシネジースパークリングトナーと、こちらのシカコラーゲンエッセンスと、こちらのシカコラーゲンクリームを使っていきます。これガラガラで、まずはリードルショットシナジースパークリングトナーを使っていきます。ちょっと振ってこんな感じで手に出して、でこのシナジースパークリングトナーはクーリング感っていうのがあって、ちょっとだけこうスースーするイメージだから、こう日焼けした肌のこうほてってる私にはすごくちょうどいい感じです。つけ心地は水のような感じでサラッとしてます。すごいさっぱりだね、本当にさっぱり。朝には特に爽快感があってめっちゃいいかもしれない。そしたら次はこちらのシカコラーゲンエッセンスを使っていきます。はい、こんな感じで、すごくこれはこんな感じでちょっと粘りがある感じですね。これは内側からお肌をリフトアップしてくれるんだって。だからこんな感じで私は内から外みたいな感じでやっていきます。テクスチャーもすごいしっとりしてるから、塗るともっちりとした感じがすごいです。すごいこんな感じでもうね肌が吸い付いてくる感じ。私の中ではちょっと目が開いた感じがしております。ちなみに肌のこう小じわとかが気になりだした人にも中からしっかりもっちりさせてくれるからいいんだって。で次がシカコラーゲンクリームを塗ってお肌に蓋をしていきます。こんな感じ、テクスチャー的には固めな感じのクリームになっております。塗りながらしっかりマッサージしてあげることで張りのある弾力肌を作ってくれます。お肌への浸透力もバッチリです。いつも私とかノアが使ってる緑のクリームに比べるとしっとりっていう感じかな。もう蓋されましたって感じ、完璧。スキンケアはとりあえず OK なので、このあと朝ごはん食べに行くんですね。なのでまあある程度前髪とかだけやって朝ごはん食べに行きたいと思います。したらご飯がね、うちらさいつもさ遅めの人なわけよ。切るのが9時半までに入ればいいんだけど、そしたら昨日9時半にギリギリに行ったら10時にはご飯を下げられちゃって、結構ほんとバタバタの朝ご飯の時間になっちゃったから、早め早めで9時には行こうかなと思って、今9時までの時間あと7分です。急がなきゃ、子供らも起こしてない。妹とせいは違う部屋だから、そこまで起こしに行かなきゃいけない。までっていう距離でもない隣なんですけど。ちなみに今日の予定は午後から青の洞窟に行きます。ただね、天気が本当にあんまりよろしくなくて、行けるかどうかもちょっとわからない感じなんですけど、青の洞窟はさ写真撮りたいからさメイクしていこうかなと思ってるけど、まだ時間あるのでとりあえずご飯食べる。
しかさ、ここのここがめっちゃ日焼けしちゃって超痛い。顔とさ、体がさ、一生懸命さ守ってたわけよ、日焼け止め塗って。頭皮のここめっちゃ痛い。はい、そしたらこんな感じで適当なんですけど、ご飯を食べに行ってきます。まずは子供たちを起こしてって感じですね。まあ別にそんな9時ぴったりじゃなくてもいいんですけど、早めに行きます。ということで、私はとりあえず着替えました。着替えましたが、まだ寝てます。起こしますか。まずはドアを起こします。鍵が閉められちゃったので、ドアとせいは電話で起こします。朝ごはんはビュッフェです。取りすぎた。俺が作ったご飯。下手すぎ。はい、いただきます。スナックの青の洞窟は写真撮りたいもん。今日は鮭あるよ。待ってメイクしようかな。マジ迷う。これ何や。なんかそのうちメイクさんに人の顔してる。ノアがメイクしてなくて人の顔してなかったらもう。どこに入れようかなって。あんがやばない。のりどっか入れる。あ、ママの幅入れとく。あ、どこに置こうかなって。箱置いとくよ。やばい、あと7分だよ。もう下げられちゃう、全部。もういいの。夜までご飯食べれないからね。このね、フレンチトーストが激うまなの。2個取ってきた。島豆腐も美味しい。コーンフレークビーフ。どっちゃん、ママにもコーンフレークとベリーマイス。ちょっとでいいよ、ちょっとで。めちゃめちゃ美味しい。お魚食べたい。お魚食べたい。お魚食べる。色が美味しそう。ご飯も一緒に食べたい。偉いじゃん。ママ、ヘイ。わあ、すごい、そっちゃん。そっちゃん特製のパフェ。はい、とりあえず完食です。あとはそっちゃんが作ってくれた特製パフェ食べます。お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。よいしょ。仕事のね、iPad がね、なくなっちゃっててね、コウはね、昨日の記憶をたどって探してくれたんです。ありがとうございます。雷が鳴ってるの。雷がね、ゴロ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 鳴ってるんですけど、とりあえず今10時過ぎなんですけど、13時から青の洞窟に行くので、一応ね、シュノーケリングみたいな感じなんだけど、できるかわかんないじゃん、雨だし。みんな青の洞窟は映えそうだからさ、メイクをしていきたいと思います。こっち来てごらん、映っていいよ。えい、こっち。えい、これは映ってます。映ってます。見て、ほら、あーじゃん、サクッとメイクしていくからさ。はい、メイク前は VT のシカクリームを塗ります。食べないよ、食べない、食べないで。プールでさ、ここ映ってさ、パンコブみたいになってる。いやー、本当に雨と雷がすごいんですけど、多分台風の影響もあるのかな。どうなのか。やばい、私の口にノリがついてた。お恥ずかしい。スピーディーにメイクをしていきます。一応さ、曇りでも日焼け止めは塗った方がいいよね。出しすぎた説ある。とりあえず一回真っ白に、真っ白にします。
首まで行こう。やばい、マジお腹いっぱい。でも今日はこの青の洞窟に1時から行くんだけど、お昼ご飯を食べる時間がないので、だからしっかりと食べて。携帯ってどこにあるの？あ、ママなんか空の充電してさ。あった、あった、充電しといてよ。この賑やかな中でメイクをしていきますね。止めないよ、いや、止めないよ。俺押さえてるだけ。ありがとうございます。ねえ、何？やばいやばいやばい、めっちゃ何してる。もうお尻は出ません。お尻出ません、ない、お尻はないです。めっちゃ漁ってるけど。もう薄めでいきましょう。これはいけるのかしら、青の洞窟。でもちょっと雨は止んできたよ。雨は止んできたが、いけるのかな。ガラガラガラ鳴ってる。これ悩むんか、いけんのか、いけるのかどうか問題よね。雨降ってても洞窟だからいけると思うんだよね。寝るよりちょっとさ、起きてさ、できることやりたいね。3時には完璧じゃないです。じゃあ、あとはほら、たーくんとせいが1日いなくなっちゃうから、でみんないないじゃん。せい一人で、ね、無理だよ。いや、行ってくるのは全然いいんだけど、行かせてあげれるなら、ほら、せいだけ素敵な思い出がいっぱい増えてしまう。まあでも、やらせてあげれるなら、今のせいには。普通にシュノーケリングはほら、タークの海でもできるけど、ダイビングをするけども、そうそうそう、行ってくるのしかないから。空はプールで楽しんでくる。で、ここはちょんちょんでって、まあ、飲むの。そうちょんちょんして、すみません、あの、アクティビティなんですけども、海の中か、かわいい、かわいい、かわいい。唇があった、見てて。あ、本当ですか。はい、あった。それをさ、私とコアとソラ連れて行けるかな。コアソラのコア。ノア、あ、そっか、ノアがいるか。ノアいるなら行くわ。オッケーでーす。なんだかんだで顔ができました。私のメイク道具がすごいことになってるが、とりあえず顔は完成でーす。オッケー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 。ノアを刺さないと。ノア買い物行くって。とりあえずメイクをしまして、髪の毛もやりまして、やりましてってことでもないですけど、髪の毛やって、1時からシュノーケリングっていうか、あれなのよ、青の洞窟。それまでちょっと時間があるので、お土産を買いに行こうかなと思っております。街にまた繰り出して、昨日行ったんだけど時間がなくって、お土産全部買えなくて、買ったやつをもう送っちゃおうかなと思って、東京に荷物になっちゃうから。だから今日買って送れるものは送っちゃおうかなって感じです。なのでまとめて買ってきます。あ、やだ、青の洞窟も無事に行けるといいんですが、まだちょっとゴロゴロ鳴ってるから、どうだろう、行ければいいなと思いながら準備しておりますが、とりあえずこんな感じで顔終わりましたので、1時に集合だから12時45分カツカツですけど、12時45分ぐらいに戻ってくるイメージで買い物に行ってきたいと思います。今日の洋服はアンジュシャルムの T シャツに、これはもう昔から使ってるどこかの短パンです。さあ、ということでこんな感じで着替えました。着替えましたのでシュノーケリングに行ってきたいと思います。あとは、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 
状態ですけど、今パセリのバスローブを持って行きます。帰り濡れちゃうから羽織って行っちゃう。はい、こんな感じで、こんな感じで行ってきます。はい、ということで今回はこんな感じで沖縄での GRWM 撮影してみました。やってることは本当にあんまり変わらないんですけど、場所が家じゃないっていうところでちょっとした違い変化みたいな感じの動画が撮影できたかなと思っております。で、私がスキンケアで使っていたこちらの VT コスメティクスさんのスキンケアをちょっと紹介させてください。まずはこちらから、リードルショットシナジースパークリングトナー。これはですね、肌の老廃物を排出して角質だったりとか皮脂を優しく整えてくれて、滑らかでしっとりな肌をケアしてくれるトナーになっております。これは、使う前にこんな感じで 2,3 回振るっていうか、こんな感じでやってから使うんだけど、このトナーはですね、すごく水っぽくってサラッとしたテクスチャーなので、手だったりとかコットンにとって使用するのがおすすめだそうです。ちなみにですね、この間 VT さんとのコラボセットっていうのを発売させてもらったんだけど、そのねコラボの中に入っていたこのトナーの前に使うブースター的なね役割のリードルショットと一緒に使用すると、さらにですねリードルショットの効果っていうのが上がって、このトナーがですねより肌に浸透しやすくなるみたいです。こちらが噂のリードルショットでございます。このリードルショットには AHA、BHA などが含まれるものと一緒にね使うことができないので、そういうのちょっとね難しいなっていう方は、私みたいにこのリードルショットトナーと一緒に使うことをおすすめかなと思います。そして次、シカコラーゲンエッセンス。このねエッセンスの特徴は低分子コラーゲンをたっぷりと濃縮したエッセンスになってて、肌に滑らかにフィットしてくれます。日焼けだったりとかのかさつく肌をしっとりとしてくれて、しっかりと保湿もしてくれます。で、朝のねあの動画でもお見せしたんですけど、結構テクスチャーがもっちりとしているので、お肌をねしっかりともっちりにさせてくれます。そして最後はこちらです。お肌の蓋をするために使ったクリーム、シカコラーゲンクリームになっております。これもね結構粘り気のあるもちっとしたテクスチャーが特徴なんだけど、こうなんか蓋をしてくれるかのような、肌にピタッとこう密着してくれるようなテクスチャーですね。で、これはですね肌の内側までしっかりと潤いを届けてくれます。使い方としてはマッサージをするようにこのねクリームをなじませることで、張りと弾力のある持ち肌を作ってくれる効果がございます。本当に試してみてほしいなと思います。で、今回もですね VT コスメティックスさんからすごいお得なモリモリなセットが発売されちゃうそうです。前回ね、あのノアにメイクしてもらったっていう動画がね好評だったんですけど、本当に皆さんありがとうございます。今回のセットはですね、ふっくら潤いの実る秋肌ケアセットになります。こちらのセットはですね GRWM でも使っていたこの3セットだけではなくって、こちらのパックだったりとか、こちらも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 、もう本当に手に両手には持ちきれないぐらいのこのボリューミーなセットが、なんと 68% オフの税込み5990円で購入することができちゃいます。約 70% オフってすごくないですか。このセットはですね、肌を落ち着かせながら気になる目元だったりとか口元のシワ、肌の弾力ケアをしたいなっていう方におすすめのセットになってます。季節のさ変わり目になると肌の乾燥だったりとかシワだったりとか気になると思うんですけど、これね全部見えてるかわかんないけど、このワンセットね購入していただければ、そんな気になるところのケアもしっかりすることができます。だってさ、もうこんなに入ってんだよこんなに入ってたらもうさ足りないところはないでしょうって思うよね。本当にモテないから。
そう、なんかこう私みたいにママさんだったりとか主婦さんだったりとか、スキンケアをね新しく買い替えたいなって思ってる方だったりとか、みんなにね本当におすすめだと思います。で、今見ていただいたこのセットのね購入方法なんですけども、今ですね年に4回しかないですね、楽天市場最大のビッグセールが開催されるんだけど、その楽天市場さんで今紹介したセットが購入することができちゃいます。このセールはですね9月4日の20時から9月11日の1時50分までの7日間限定で開催されているものなので、気になった方はぜひ私の概要欄の方からチェックしてみてください。楽天スーパーセールでお買い物するんであればこのセットがマジでおすすめだと思います。しかもですね、私の概要欄の方にあるリンクから商品を3000円以上購入してくれた方対象に500円オフクーポンを先着400名限定にプレゼントしてくれるみたいなので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回はこんな感じでちょっとまあいつもと違う GRWM お見せできたかなと思っております。本当にこういうのも好評だったら結構こう旅行先だったりとか場所が変わるだけでちょっと違う GRWM みたいな準備動画になるのかなって思ったので、まあ準備動画に限らず外に出た時もこういうなんかちょっと違う動画っていうのを撮影していけたらいいなと思っておりますので、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、TikTok とアンジュシャルムとパセリとイリュン、そして骨盤ベルト発売になっておりますので、そちらも概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。